玉ねぎでも私のセクシーさに、メロメロってところかしら。気に入りましたわ。不要勝負の相手をしてあげてもよろしくってよ。 それでは、いざ！
玉ねぎのくせに、なかなかやるじゃない。相手が美女だから張り切っていたのかしら。あー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 、ああ、オニオンだ。お、はあ、うん、うん、なんか見慣れてる。不要勝負？おう！そうか、不要で勝負か。勝ったー、ありゃー。
負けた。じゃ、そういうことで。その生き物が、おうを言ってるぞ。ありゃあ、おう、何を言ってるのかわからないな。予想してみよう。あ、こんにちは、僕は玉ねぎ三郎です。人には言えない野望を隠し持つそんな僕ですが、外見的には比較的プリティなので、お友達になってください。おーおーおー、では楽しくぷよ勝負しましょう。えへ、と、もうこんなところだろうな。それでは早速、何はともあれ、ぷよ勝負だ。正解！
玉ねぎサブロなかなか強いや。おーおー、どうかった、嬉しいな。って言ってるようだな。あーあんあん、はあ、あ？サタン様、どうして振り向いてくださらないの？ルルはサタン様への思いでいっぱいですのに。あ、おー、あら、これは確かオニオンとかいうやつだったかしら。おー、何を言ってるのかわからないけど、ものすごく上から目線でものを言われているような、そんな気がする。あんあん、なんか微妙にムカついて、何を言ってるかわからないけど、なんとなく舞踊勝負でビシバシお仕置きよ。おお、なんて言ってるかわからないけど、やっぱりなんだか腹が立つ気がするわ。あ、あーあー、お腹減った。
ッピー、玉ねぎに負けた。おーおー、あ、なんだかあっちに歌うどんぐりが転がってるぞ。うまそう、ゴー。お、お、なんだこいつは。お、おー、あ、玉ねぎに手足が生えたようなやつがいる。小さくて可愛いな。おー、おうしか言えないのか。よしよし、不要勝負するか。ああ、かわいい鬼とぷよ勝負。
なんだかメルヘンな夢のような気分だ。ああ、